はい。では、最後に未来完了形を確認していきます。未来完了形、まず形としては、will、have、過去分詞ですね。で、もちろんね、現在完了っていうのが用法として、完了とか結果、継続、経験というふうに分かれていたように、未来完了でも、分かれていきます。2つに今回は分けています。未来での完了とか結果っていうのは、訳し方としては、何々しているでしょうっていう訳し方になってしまいます。ただ、ここでね、この訳し方っていうのが、こっちの、未来進行形と被ってくるところがあるんで、未来進行形と未来完了形をこう混ぜてしまう人が非常に多いです。でただ、訳し方としては似てしまうんですけれども、指してる内容というのは、その未来のある時点でそれを、行為としてしているのか、もうその未来のある時点で、その行為とか動作っていうのが完了しているのかっていう、やっぱりそこなんですね、とにかく思います。例文を挙げております。The show will have ended by 4 o'clock. The show will have ended by 4 o'clock. で、そのショーは3時までには終わっているでしょう。終わるっていうことが進行しているのではなくて、3時までの時点で、終わるという行為が完了しているから、こういう訳し方をしています。はい。で、2番目ですね。未来までの継続経験というところで言うと、訳し方が何々していることになるっていう、この訳し方非常に多いです。今回挙げた文章こちらです。Next Monday we'll have been married for a year. はい。訳し方としては、来月で、for a year 1年間彼らは結婚した状態が続いていることになるということでございます。なので、その役っていうのが転じて、来月で彼らは結婚して1年になるということです。1年間結婚していることだよ。で、その1年間結婚しているっていうことが、来月で完了するわけですから、完了とか、継続としての結果として完了していくわけですから、現在としては11ヶ月ですよというところです。はい。なので、とにかく、現在完了の、内容っていうものが、過去から今までのイメージ持とうねって言って、過去を。で、今って書いて、こういうふうに幅のある時制なんだよと。で、それを未来完了にするということは、そのまま現在完了のイメージっていうのを先に飛ばしていくっていうことになるわけですから、過去から始まったことが今を飛び越えて未来に伸びていくと。こういうイメージを持っていくことが何よりも大事です。この変換ですよね。はい。なんで、あくまで現在完了を軸としながら、それを過去に戻したり、未来に伸ばしたりすると。そういうイメージで時制を捉えていってください。今回は以上です。ありがとうございました。Today